イトレについて動画にまとめました。ソウタン今2歳7ヶ月なんですけど、2歳5ヶ月からトイトレを始めて今ほぼ成功してます。どうします？もう寝る時もおむつじゃなくてお姉ちゃんパンツを履いて寝てますし、お出かけの時はおむつなんですけど、もうおもらしなしで外出先でもトイレに行けてます。今回はそのトイトレを始めたきっかけと、トイトレ始めてから成功するまでの、まあ、どういう状況だったかっていうお話と、あとトイトレグッズ、踏み台とかについてお話したいと思います。まずトイトレを始めたきっかけなんですけど、2歳3、4ヶ月頃からシーシー出た、うんち出たって言えるようになってきて、ある日シーシー出そうって言ってくれた時にトイレに一緒に行ってみようかって、一緒にトイレに行ってみたところ、トイレでおしっこ成功して、トイレから出た後おむつを嫌がりました。で急遽夕方だったんですけど、西松屋に行ってお姉ちゃんパンツを買ってきて、急遽その日からお家でお姉ちゃんパンツを履いてトイトレをスタートすることになりました。トイトレを始めたのが2歳5ヶ月で、まあ、大体約2ヶ月で今成功状態なんですけど、トイトレを始めて大体3日ぐらいでおしっこもうんちもトイレでできるようになりました。トイレの踏み台の問題でうんちとかおしっこを漏らすようになってしまいました。トイレに何回か行って結局うんちが出ないで、その後お姉ちゃんパンツにうんちを出してしまうとかが増えてきて、たまにおしっことかもお姉ちゃんパンツにしてしまうようになってしまって、また振り出しに戻ったような状態が 3週間ぐらい続きました。結局踏み台問題を改善したところ、今完全にうんちもおしっこもトイレでできるようになりました。トイレの踏み台問題というところも含めて、今度はトイトレのグッズについてお話しします。うちの極狭トイレです。でトイトレを始めて使ったグッズ、トイトレグッズはリッチェルの補助便座、これとこの踏み台、この2つだけです。トイトレグッズについてなんですけど、まず踏み台ですね。実は最初このニトリのこの踏み台を買いました。踏み台重要視してなくて、最初もうとりあえず足を置ければいいんじゃないかと思って、安いので調べてニトリに踏み台があるということで1000円前後で購入しました。最初この状態でトイトレ始めたんですけど、もう見てわかる通りソウタンの足全然届いてなくて、つま先がつくぐらいで、この高さっていうのがどれだけ大事かっていうのを最初分かっていませんでした。でこの状態なので全然うんちも踏ん張れなくて、ね、最初全然トイレでうんちができない状況でした。全然足がつかない状態だったので、スーパー100均でこういうブロックを買ってきて、これをこのように踏み台の下に置いて足がぺったりつくような状態にしてトイトレを最初スタートしました。でとりあえずこれでちょっとやってみようということでやってみたところ、もううんちもトイレでできるようになってうまくいってたんですけど、足元が狭いのでちょっとずるって落ちてこけそうになったりとかが何度かあって、これはちょっと危ないということで改めて踏み台を買い替えました。踏み台がこの踏み台です。だいたい5000円前後楽天で購入しました。これも実はあの高さが実はちょっと足りなくて、座り方によってはつくけどちょっと若干かかとが浮くような高さになってました。じゃあ引いて、最初この2つで1週間ちょいはもううんちもおしっこもずっとトイレで成功してたんですけど、この新しい踏み台が届いてからは
ソルタンがなかなかちょっと踏ん張れなくなってしまったのか、うんちが出ない出ないでお姉ちゃんパンツに漏らしするようになってしまいました。それがしばらく続いて、ちょっとこのトイレットペーパー、これを、ソルちゃんごめん、またここ座ってくれる？体勢にしたら、またうんちがトイレで出るようになりました。トイレで出るよ。足元にトイレットペーパーを置いて踏ん張れるようになってからは、もうおむつにうんちを漏らさなくなって、トイレで完全にうんちが出るようになりました。ということで、我が家でのトイトレグッズはこの2つだけなんですけど、一番大事なのはこの踏み台だと今回感じました。なのでトイトレを始める方は、踏み台必ず足が全部ベタッと踏ん張れる高さかどうかっていうのを確認した上で、踏み台は購入した方がいいかなと思います。足合わん。